お、ここだ、ここだ。はいはいはい。わっ、先生だ。先生、そう。先生がいる。今回、僕らにタップダンスを教えてくださるタップダンサー兼振付師のひろぼう先生です。よろしくお願いします。ひでぼう先生です。はい。ちなみにひでぼうっていう呼び方もあります。ひでぼう先生です。大して変わらないんですよ。どちらでもいいんです。本当にごめんなさい。僕本当にすみません。いやいやもうヒロっていうのもあるんです。あるんです。違う。あるんですよ。ないです。いやいいんです。ないひでぼう先生です皆さん。はい。よろしくお願いいたします。お願いします。なんかいっぱいビデオ見てリスペクトしてきたみたいなんですけど。多分緊張しすぎちゃったと思うのですいません失礼しました。本当に逆にいつもお二人には私はもういろんなものを作品で楽しませてもらってますから。アニメご覧になってるんですか？大好きです。娘なんかもいますしいろんなものを見てお聞きしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。それに免じてお許しください。本当に申し訳ない。とんでもない。何をおっしゃいますか。ということでですね、ひでぼう先生はですね北野武監督の映画「座頭市」さらに「浅草キッド」のタップダンスの振り付けも担当してらっしゃいます。ありがとうございます。浅草キッドね、関さんご覧にザトウイチも見ましたよ。いや嬉しいです。もちろんありがとうございます。はいでした。もう日本のねタップダンス界を牽引しながら世界でも活躍する本当にすごい先生に今回教われるということで。ありがとうございます。先生。ビートたけしさんとは僕ねたけしさん実はなんですけど僕親父が芸人で浅草に出てたんですね。でまあ浅草キッドの本当にフランス座の横に演芸ホールっていうのがあって、はい、親父が出てたもんですから僕小さい頃もう袖からずっと親父の舞台見ててそこに一緒に出てたのが2ビートさんなんで、浅草キッドのリアルなフランス座ではないんだけどそこでずっと見ていてそれが最初の出会いでそれからまあずっと年数が経って、まあ、30代の時に座頭市という映画に出ないかということを言われてそこからたけしさんずっとタップダンスをおやりになってるという感じですね。なんか深い縁があるような気は勝手にしておりますけれども。いやすごいですね。こんなすごい人に教われるんですよ。もう名だたる有名人の方々を教えていらっしゃいますもんね。そうですね。たけしさんもそうですけどジャニーズさんとかも皆さんやっぱりジャニーさんね亡くなってしまったんですけどもうコンサートでは皆さんタップをやるんだっていうのがお好きだったんでもうかれこれ25年ぐらいはジャニーズさんの振り付けもやらせていただいたりとかいろんなことをやらせてもらってますけど。そんな先生が夜遊びに来てくれるなんか今日これ企画が決まるときに連絡が来てその浅草キッド見て好きだったんでしょうと、でタップダンスをやってみようと思うんだけどって言って、ああそうなんですかぜひぜひなんて言って、で台本送られてきてみたらお名前があったんで、嘘だろうと思ってなんでこんな本気の人をすごい人じゃんと思って、凄まじいです。光栄ですこれって。本当ですか。今日はひでぼうで行こうかひろぼうで。いやいやいやぜひひでぼう先生でいいんですか。いや本当にごめんなさいひでぼう先生でお願いします。畑中さんこうダンスをやってらしたという噂を。そうじゃあでも畑中君はねダンス結構軽やかに。いや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 。得意なんですよ。いやマジもう超絶プロの前でそんなちょっとミュージシャン活動してるから。はいはいはい。そうですね。その時に。なるほど。僕はもう全然できないです。あいえいえ。でもねタップはあまりこうダンスをおやりになってたから得意とかあんまり実は関係ないのでちょっと一からいきましょう。わかりました。この板の上にねお乗りになっていただいてですね。じゃあ先生真ん中先生私真ん中いきましょう。はいはいタップマットというのがございましてじゃあいきましょう。最初はこのつま先とかかとこれをねあるわけですけれどもつま先からまずシャッフルというもいろはのいですねタップのねシャッフルというステップがありますからまず右足からいきます。つま先を蹴って返して3つの音です。つま先を蹴って返しておきます。そうです左足も一緒で蹴って返しておきますね。左足も蹴って返しておく3つの音ですね。つま先つま先全部置くっていう感じなんですね。なるほどいきましょうせーのワンツースリーそうですワンあいいですね。でも関さんおやりになってたからやっぱりいやねもうでもそのやって一生懸命やってた時もろくにできませんでしたけどね。まあ難しいんですが音が出るからね。で今度はね続けましょう。これを123、今度は待たないで、はい、123、123ずっと続けて、でだんだんテンポが出てくれば乗っていく、リズムに乗っていく、はい、ちょっとこれぐらいのテンポでいきます、はい、せーの、123、123、123、123、あ、いいですね、はいはいはい、OK、そしたら今度はスラップというステップいきます。スラップはつま先を蹴って滑らせて置くやつです。置いて前に体重、ヒール、かかと、そして左もワン、ツー、そうワン、ツー、合ってますよ、いい感じです。ターン、ターン、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー。関さん3つ目とごっちゃになってます今2つ目やってますから、うん、2つ目はこのそうそうそうドンタンタンそうそうそうタン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 そうですそうです、あ、これできましたできました、はいそうです、ちょっとねだんだんなんか混ざってきますね、混ざってくるんですよステップってね。で3つ目が、はい、バックステップで、これは良かったですね。スタンプ、ハンコと一緒で全部から体重を移動して、はい、で全部から移動して、そうですそうです、 123 OK、 123そうです、鳴らす膝を曲げる音、1 2 3 1 2 3いいですよ、123音も気にしてください、2 3 and 1 2 3いいです、1 2 3ワン、ツー、スリー、そうでございます。これどうですか、僕ら今見込みありそうですか。ねえよ。でも順番の覚え、はい、あんまりポテンシャルは感じないんですけども。もう早速やってみますか。やりますか。もうやる。なんかすごいですね。もうちょっとなんか組み合わせの練習とかしないの。あ、いやいや、いいですいいですよ。いいですか。そんなに多分変わんないから練習してる。わかりました。もういいんですね。もう行くんですね。じゃあやってみよう。最後の集大成としてですね、オリジナルの即興タップダンス、こちらで挑戦していきたいと思います。なるほど。すごい度胸だよな。いや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 、まだ習ったばっかりですけどね。じゃあ先生、今日ね、僕実は即興のダンスをね、今最後おやりになるってことで、もう実際にやった我々で実は作った音楽がザトウイチのラストシーンの曲なんですね。有名なやつじゃないですか。そうなんです。あれね、でも実はちょっと面白い話で、リハーサル用に作ったんですよ、音楽を。たけしさんがこれかっこいいからもうこのままいっちゃおうって CD になってですね、あれだから我々でリハ用に実は最初作らせていただいたものを、まあ鈴木圭一さんという音楽の方とコラボさせていただいて、なんですけど音楽をご用意してますんで、あれで即興で実は踊っていただければ。怪我してしまう。本当にもうそのレベルでやばいですよ。なんかでもなんかちょっと早いステップ、早くしていきゆっくりから早くしていきたいもんですよね。先生すごい早いじゃないですか。そうだから待ってもいいんですよね。この結局リズムだから、最初のだとダガダンダン、おやすみダランダン、かっこいい。早く最初のもワンツーゆっくりが2回ぐらいあったとしたら、ああ同じリズムで速くしてる。そうだとダンダンダン、うんダンダン、速くみたいな感じで。畑中さん実は結構いけてますよ。いやもう畑中君はもうダンスからもう母親がタップやってて、それすごいお話ですね。さっき聞いてました。お母さんタップやってらっしゃるんですか。そうなんですよ。なんかもしなんかちらっと先生とも。先生の名前を知ってらっしゃってクロスしたことがあるかもみたいな。そう、福島恵子っていうやつで。ちょっと待ってくださいよ、福島さんは超有名な、僕はもう舞台をいつも見に行かせていただいて、もう本当ですか。いや福島恵子は福島恵子です。別にあれですけど、全然僕は福島さんの笑いが好きで、福島さんの笑いを見ようといつも舞台行ってるんですよ。マジで。本当の話。本当にお母さんなんですか。あ、本当の母親で畑中宏っていうやつがいて、そうなんですよ。はい、息子です。そうそう、舞台一家の息子なんですよ。いや今ここ何年かで一番びっくりした話。そんなにやって見えなかったです。本当に。はい。それなのにね、どなたかなと思って呼んじゃったから。本当すみません、マジですか。すみません、ありがとうございます。いえいえ、秀坊先生本当に。ちょっとじゃあ即興で本当にいいんですか。やりますか。やっちゃいましょうか。じゃあ畑野さんから言っていただいて、真ん中で行かれますか。真ん中でね。で途中で関さんにお代わりになって。わかりました。行きましょうか。難しいこれ。はい。はい、じゃあ行きましょう。ね、オリジナルの即興でいきますよ。タップダンスでございますね。じゃあミュージックスタートです。いきましょう。いきますよ。はい、1、2、3、はい。いや、びっくりしました。いやちゃんとジャックナイフも入って、そんなちょっとめちゃめちゃ息上がるんですよすげえ体力を使うんですねいやこれ大変でしょ。だってなんか意外と傍から見てると動きが大きくなさそうな競技の方が疲れますもんね。なんか疲れるんですよ、細かいので、ね、だから本当に今回は、関さんに浅草キッドご覧いただいてなんですけども、やっぱタップダンスってなかなか分かってもらいにくいところもあるので、こうやってね、説明とかさせてもらうととても嬉しいですね。いやこちらこそありがとうございます。でも先生、やっぱり最後に先生のやりますか。やっぱもうプロ中のプロのいいんですか。ダンスが今の曲でやっていただける。今の曲って言ったらもう本物じゃないですか。いやいや、すげえザトウイチちゃんとやりますので。マジで映画のステップもちゃんとやった後お母さんにも言ってください。お願いします。本当伝えてください。行きましょう。はい、関さんじゃあ失礼してお願いします。お願いします。ザトウイチでございます。はい、YouTube で見られるのはここまでになってしまいます。はい、こちらですね、本編全部見たい方、ここタップしてください。よろしくお願いいたします。ABEMA プレミアムなら僕たち限定のトークも声優と夜遊び全シリーズも全部見られちゃいます。はい、ということでみんなも一緒に夜遊びしようぜ。